行ったんですけど。ありました。はい、もちろん恒例行事。おそらく決勝なんだっけ、競争は一応アセン調整してますけど、競争入ったら多分休むと思います。ああ、それぐらいの。それぐらいっていうか、自分がみんなを呼んでるんで。ああ、そうかそうか。さすがに呼んでる人が行かないのはないし。それはそうですね。はい。ここは、まあ、はい、どんな。自分はジョジョが最も好きなので、ジョジョのスタンドをやり、ジョジョの姫のロープ、ジャンプ。検索したら出てくる。もう写真はどっかに載ってると思う。こういうなんかネットワークってすごいですね。いい意味でなんかこう。そうですね。はい。団結力がこうなんだろう。すごい。まあ、うちらの業界好きな人いっぱいいるし、その中でっていう。だから声かけてる人も、はい、その人たちが好きな人しか声かけてないし、来てくれる。とかじゃあ、はい、まあ、全員はかけてないですけど、ちょっとかけれてない人もいるから、でもまあその中で仲いい人とかもそうし、こういうの好きじゃないと、うん、なんか別に手伝ってほしいわけじゃないから、楽しんでほしいだけなので来てもらうっていうあれで毎回みんなにやってもらってます。ちなみに2、3人名前挙げていただくとすると誰が？今回は小島さん、はい、小島さん、久米君、久米浩平、浩平さん。吉田春奈で自分で本当は高橋翔平がいたんですけど、翔平君は師匠が運営の手伝い側に来ちゃって、だから多分そういう自転車の来て師匠と一緒に手伝う方だったんで、運営側の方に来たんですけど、本当は5人ってだったんですけど、まあ4人しかいなかったので、まあ全然楽しく。PR も兼ねてますけど、そうですね、PR も兼ねてますけど、そんな中で、函館を走り、はい、競争の話するんですか？もういいのかと思っちゃって。でも初日はまとまってますね。そうですね、はい、まあ、あと1ヶ月ぐらいじゃないですか、もしいつも夏が良くないです。そうそうそう、1ヶ月もつけないじゃないですか。まだ涼しいの。いや、ちょっとね、この雨降ってきて今ちょっと暑くなりました。じとっとしてきて、そう、湿度がちょっと、やばいな、ちょっと今のうちに覚醒とかと、ちょっといつも通り、ちょっと本当に、はい。